皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はドキマジョプラスの実況プレイをしていきたいと思います。今回はここやります。あ、アクジさん、何かご用ですか？ああ、ちょっと気になってな。レンゲのやつが、その、何をしてるのかなってさ。最近は授業が終わるとすぐに飛び出していってしまうので、どこにいるのか、真帆にもわからないんです。そうか、帰っちまったのか。まさか、本当に特訓とかしてるんじゃないだろうな。おい、そこにね、レンゲはいないのか？ん？なんだお前は。なんだじゃねえよ、ゲンタだよ。俺は忙しいんだ。レンゲがいるのかいないのか、さっさと答えろ。真っ黒い服に怪しい目つき。さてはお前、ゲーマントってやつだな。やい、レンゲをどこに隠した？誰だよ、マントすらつけてねえし。というか、ゲーマントって誰だよ。俺だって知らねえよ。だって、レンゲからはいつも黒い服着てるやつだって聞いてただけだからな。ねえ、ゲンタ君だったよね。なんだよ。母ちゃんよりでかい。ん？あなたがどうしてレンゲさんに会いたいのか、真帆たちに教えてもらえませんか？それは、俺が編み出した秘密の必殺技で、今度の大会では絶対にあいつを倒すって決めたから。だから、挑戦状をたたきつけに来てやったんだ、です。秘密の必殺技ね。それって、教えちまったら秘密にならなくねえか？うるせえ！秘密じゃなくていいんだよ！俺は正々堂々と勝負するんだからな。秘密と言ったのはかっこいいからだ。男はそういう生き物だ。へえ、生意気なだけのガキかと思っていたけど、意外と言うじゃねえか。当たり前だろ。なんせ俺は、レンゲの宿命のライバルだからな。お前が？宿命のライバルって、年はいくつだよ。完全に小学生じゃねえか。ダディッシュのファイターに年は関係ねえ。とにかく、次の大会で決着をつけてやるよ。へへ、絶対に負けねえ。特に女なんかにはな。そして、レンゲに立っかって、約束通り、あいつのすべてを奪ってやるぜ。え？すべてって、ひゃん！ふはははは、お前のすべては、俺のものだ！にゃーん、やめるのですよー。何かすごいものを想像してしまった。とりあえず、電源を探さないと。というわけで今回はこの辺でドキマジョプラスの実況プレイを終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。